コリン・ターキントンは、北、アイルランド系イギリスのレーシングドライバー。現在、BMW330IM スポーツで、チーム BMW、WSR のイギリスツーリングカー選手権に参戦。2019年のチャンピオンで、4回目のチャンピオンを獲得した。イギリスツーリングカー選手権や世界、ツーリングカー選手権などのツーリングカーレースで活躍している。 イギリスツーリングカー選手権には2002年より参戦を開始。2003年に初優勝を挙げ2006年にはシリーズ3位を得た。翌年 BMW に移籍し移籍3年目の2009年に初のドライバータイトルを獲得。翌年からは世界ツーリングカー選手権にも参戦を開始した。その後も2014年、2018年、2019年に イギリスツーリングカーのタイトルを獲得し、歴代最短の4度のチャンピオンを獲得した。彼のこれまでの最も顕著な成功から、チームラックでドライブする2009年のブリティッシュツーリングカーチャンピオンと、イーベモーターズでドライブする2014年のブリティッシュツーリングカーチャンピオンになることが目標。彼はまた世界ツーリングカー選手権と、初代スカンジナビアツーリングカー選手権も出場。 2013年、現在のチームであるウエストサリーレーシングと共に英国ツーリングカー選手権に戻る。2020年シーズンも引き続き、ウエストサリーレーシングから BMW で参戦する。2006年にブランドハッチでチームラック運営の MG を運転したターキントン。2008年にクロフトでチームラックが運営する BMW を運転したターキントンは、 三つのレースのうち二つで優勝しました。レース一点が重要イタリック体のレースは、最速ラップを示しますドライバーが少なくとも1、ラップでレースをリードすることを意味します2002年は、フィーチャーレースのみ、2003年は、すべてのレースを開催ポイントの対象外です。ありがとうございます。